人に何かを伝えるときにうまく話すコツを教えてください。ああ、まあこれ簡単ですね。はい。というかね、そもそも頭の悪い人の話し方っていうのがあって、それをやらなければいいんですよ。なんかね、何を伝えたいのか分からなくて、ダラ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 話す人とか、そういうのは頭の悪い人なんで、そういうのはやめた方がいいのと、あとこれはね、僕の友達も言ってたんですけど、僕の友達のまさしってやつも言ってたんですけどね、話が脱線するんですよね、何か伝えたい時に。で、そのまさしってやつ、マジでめちゃくちゃ面白いやつで、僕の高校の友達なんですけど、高1の時にね、彼女ができて、なんか毎週ね、週1回一緒に帰るのを楽しみにしたのに、なんか付き合って2ヶ月ぐらい経ってから、その彼女に、なんか今日は肉まん食べたいから一緒に帰れないとか断られてて。爆笑でしょ。いや普通そうなります？ならないよね。もうだから案の定ね、その後すぐ振られてるんだけど、まあだから何の話だっけ、そう人前でうまく話すコツなんですけどね。そうですね、まあ何を言いたいのか分からなくてもう脱線しちゃったりとか、理由からね話したりとかする人ってのはダメなんですよね。うん、何が言いたいのか分からないから頭に入ってこないし、この人今何の話してんだろうとなるんですよ。だからうまく人前で話すには結論から話すこと、この結論から話すことっていうのが重要です。